お疲れ様です。宮本順まです。僕が先日ですね、内藤豊さんに対しての動画を上げたんですね。えー、その動画の内容は、天下一武道会 3× 風神対抗戦。そのオーディションについての内容です。内、え、藤、ー、さんにオーディションに来ていただいて、えー、知らぬ間に帰ったと。別にそれについて僕は文句を何も言ってないでしょう。別に、あの動画の中で内藤、えー、さんのことを悪くは言ってないわけなんだよ。内藤さんがお怒りになっていたので、 内藤さんの影響力を考えてひな壇に座っていただきましたとそのひな壇の席がひな壇であるということに気づいてないのかなと思ったのでこれまでの功績を考えた上で決して存在な扱いをしたわけではないですよという説明をしたに過ぎないんですね何か誤解があったのであれば、えー、こちらも優遇しているということを分かってくださいとそういう動画なんですねしかし、えー、日本語の分からない、えー、視聴者の方がいまして、えー、その方からコメントが来ました ななめてんのの内藤こここととととマジささらららうぞそういうぞそいいいれたことないからからないかわまあこんな感じのね、脅迫的なコメントが入りました。まあ、別にですね、えー、基本的にあの何を書いてもらっても構わないんだけど、こういうのはね、ちょっとせこいじゃん。男としてどうなの匿名でさらうとかさ、男らしくないじゃん。俺はツイッターの DM を解放してるわけなんだよ。文句の DM が来るときもありますよ。こいつはね、俺に文句言ってきてないわけなんだよ。姿を見せないで、 異性のいいこと言ってないで堂々と直接言ってくればいいんじゃないんですかね、えー、ちなみに脅迫罪、えー、刑法の222、えー、条生命身体自由名誉または財産に対し害を与える旨を告知して人を脅迫した者は、えー、2年以下の懲役または罰金30万円以下これで、ね、普通に該当しますよあのね天下一武道会っていうのはキックボクシングの大会であり単なる YouTube の企画なんですよね 俺は法律の範囲内でやってるわけなんですよ、スポーツとして。そして、俺は法律を犯すことはない。散、え、々、ー、悪いことをしてきて5回だが6回捕まりました。鑑、えー、別所少年院、拘置所懲役、一通り経験しまして、えー、非常にバカバカしいから、そういうのはやめようということで、悪いことはやめましょうということで、えー、普段からチャンネルで訴えているわけなんですよ。えー、内藤さんが文句を言ってると聞きましたので、えー、配信を見に行ってきました。するとね、そこでもこの、 俺にコメントしてきたやつが、いきってるわけなんですよね。えー、250番を歌舞伎町で見たと。目も合わせてこなかった。あの芋野郎って。いや、こっち知らないからね。知らないから目を合わせるも何もないでしょ。えー、250番マジでムカつきますね。俺あいつとやりたいっすねって。じゃあ応募してくれじゃん。なあ、こそこそ書き込んでないんで。応募してこいよ。できないんだろう。なあ、そしてなあ,あ、ムカつきますねって。俺が何をした お前に何をしたんだよ内藤さんに俺が何かしたかひななんですよ。特別扱いしたんですよって。ああ、気分悪くしちゃいましたかと。ああ、ふてくされて帰っちゃったんですかって。体調も悪いみたいですし、えー、それだったら、えー、別に大丈夫ですよっていう動画を出しただけじゃないですか。それでなんでこんなこと言われなきゃいけねえんだよ。さすがにね、度が過ぎてるぞ。最近、アンチコメントとかもちょこちょこ来るんだけど、まあ前からちょこちょこ来るんだけどさ、ちょこちょこ来るおかげでね、あの、全然気にならなくなった。 本当に。またなんか書いてるわ、ぐらい。だから今回も、あ、動画のネタにできてよかったわ、ぐらいにしか思わないんだけど、そのアンチコメント書くっていう真理ね、本当にね、心が貧しすぎると思うよ。お前らみたいなやつが、芸能人をね、自殺に追いやったりしてんだよ。マジで。マジでそうだと思うよ。他でも書いてるわけだろ。俺だけじゃないだろ。他にも書いてんだろ。俺はね、別に何度も思わないけど、こういう奴らは決まって他でもやるんだよ。別に俺はね、視聴者の人に好かれようとなんて思ってないんだよ。 けどね、別に俺は誰かに暴言を吐いたりはしないんだよ。顔を隠して、えー、姿も隠して、知らない奴に対してね、ネチネチコメントとかしないんだよ。俺はね、意見を言ってるだけなんだよ、常に。勘違いすんなよ。民度が低すぎるだろ、本当に。別にね、YouTube っていうのはね、儲からない。儲からないんだけど、暗示の人が特定されたりしてるわけでしょ。俺の知り合いでもね、この前、えー、掲示板かなんかにね、なんか書いたやつが、別にそこまで仲いい,仲い,いやつじゃないんだけど、匿名で書いたんだけど、バレて、 70万かかなんかねね、えー、請求されてて、ね、今一生懸命払ってますよこれね、開示請求って金かかるんだけど、なんで、えー、そんなに儲からない YouTuber たちが特定したりとかね、えー、そういうことができるのかというと、今ね、後払いとかもできるんだよ。あの成功報酬っていうやつね。俺もね、本当に頭に来たあのやつとかね、調べてね、前はね、アンチュのやつらの顔を晒しますとかやってたんだけど、まあ、いちいち気にしてもしね、しょうがないかということでね、俺も随分体勢がつきましたんで、あの最近はやってないんだけど、 まあ、なるべくね、あの、弁護士だとかね、えー、警察だとかね、えー、そういうダサいことはやりたくないんでね、俺は。ね、俺が言いたいのは、あの、犯罪行為はやめろよ。よそでもやってんだろ。俺にね、ネジネジ、えー、ものを言ってきて、またこいつかって思うわけですよ。でもね、俺は別にブロックも削除もしないんだよ。な、アンチの人たち、書き込めるだろ、自由に、俺のチャンネルは。まあ、せっかく見てもらってんだから、コメントぐらいはできるようにしようかなと。あの、その方が、あの、フェアだなということで、別にブロックとかしないわけなんだよ。 そしてね、俺は極力人のことを悪くは言いたくないんだよ。えー、こんなことが来たんで、えー、晒しますとかね、そういうめめしいこともやりたくないんだよ、うん。そもそもね、他人に興味なんかないんだよ。会ったこともない人に対してね、えー、腹を立ててムカつくとか、こいつなんか生意気だからやってやりますかとかね、そういうのもないんだよ、俺は一切。なんでかっていうとね、そんな暇はないんだよ。一日なんてね、起きて、掃除して、仕事して、帰ってきて、動画撮影して、編集して、掃除して、 選択して、飯作って、読書して、企画考えて、時間が足りないぐらいなんだよ。その中でも、あの時間を作ってね、本格的に格闘技をやろうかということでね、練習したりしてるわけなんだよ。あんたらさ、もっとね、自分の人生に目を向けた方がいいんじゃないの他人のことが気になるやつっていうのは、自分の人生が充実してないんだよ。ねあんまり怒らせんなよ。本当にね、怒らせと、本当に、えー、なんかネットに書いてるやつとかね、そういうコメントとかね、あの、軒並みやるぞ、マジで。 全部調べるぞ、本当に。別に、普段は全然気にしないんだけど、ストレス溜まったりとか、編集忙しい時とか、マジムカつくからさ、あの、あんたらが、あんたらの動画に対してコメントしてるつもりなんだろうけど、あの、スマートフォンに通知が来るんだよね。あの、アンチコメント書くと、LINE が来るみたいな感じで、俺に直接届くわけなんだよ。なぁ。えー、渋谷公開スパーリングっていうのもね、定期的にやってるし、日にちもね、えー、この日にやりますっていうことで、あらかじめ言ってます。今回の展開地武道会のオーディションだってね、えー、ずっと募集してました。 視聴者さんだって参加できますよっていうことで、えー、声をかけてます気に入らないんだったら応募してこいよ出てこれねえんだろ俺もね別に性格は決して良くはないけどもあんたらねアンチコメント書いてる人みたいにね、えー、姿を隠して、えー、知らない誰かに対してネチネチ文句を言うとかね、えー、悪口を書き込むとかそういう卑怯な真似はしないし人のこともね必要以上には言わないんだよ配信でもね内藤さんに対して、えー、どうしてバックれたんだって なんで土地で帰ったんだよって文句言ってるわけじゃないだろう。喧嘩言ってるわけじゃないだろう、別に。もう理解力とかさ、読解力とかそういうのがないんだろうね。日本語わからないのかっていう話だよ。日本に住んでて日本語がわからないのってかなりやばいぞ。かなりやばいから、かなりやばいことしてるんだろう。今、誹謗中傷とか本当にうるさいからね。まじすぐ捕まるからね。気をつけた方がいいよ、本当に。うん、わざわざアドバイスをしてあげることでもないんだけど、多分ね、境界知能だと思うよ、こういう奴らって。あんまりね、度が過ぎてると俺の、 俺みたいにににの中に入るることになるよマジでまあそういうことだよあの。開示請求とかされてね、あの、金払わされてるやつっていうのもね、あの実際目で見てるんでねで、本当に舐めてるやつらはね、やりますよ俺は本当に。あとね、えー、翼の塔の杉田さんが、そういうアンチのね、コメントとかね、えー、掲示板に書いてるやつとかね、えー、そういうやつらをねあの、調べましょうという話も出てます。で調べた上で、えー、住所、氏名、す、え、べ、ー、て特定した上で、 えー、アンチの家に、えー、自宅外線かけてみたと。うん、外線活動、うん、そういう企画やりませんかっていう話も出てます。あの、これはねあの、どうやら合法らしいんでね。俺は法律違反はしないから。法律違反はしないんだけど、あんまり舐めてると、こっちも言われっぱなしは嫌だから、あのやり返すよ。そういうことだよ。よそで書き込みをして、あそいつが自殺でもしたらどうするんだよ。ねえ、みんな俺みたいにね、何にも感じない人ばかりじゃないんだよ。 俺ですらちょっとイ,イラッとはするもん、たまにはね。別にイラッとしないんだけど、さらうぞとかね、書かれても、あそうって感じで、なんとも思わないんだけど、ちょっと、犯罪的なことはやめた方がいいんじゃない、うん、得しないと思うからさ。まあそういうことですよ。なんかつまらん動画になっちゃいましたけどね。えー、これから天展一中東海 3× 夫人対抗戦、本戦が、えー、来月始まりますんで、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。 えさっき言ったように、えー、渋谷での、えー、公開スパリングというものもやっております。えー、視聴者さんも参加できて、えー、殴り合いが合法的にできます。気に入らないと思う人がいるのであれば、あの日付の告知もね、えー、してますので、ツイッターの方とかでね、えー、会いに来ていただいて結構ですので、僕はね、キックボクシングのね、日本ランカーの方とかね、MMA ファイターのね、トムさんっていうね、あの外国人の方とかねあの、ウェルタ級のチャンピオン、 の方とかねそういう方とかとスパリングやってるんで、あの別にこっち殴り合うことに対して怖いとかそういうこともありませんので、あの全然来ていただいて結構なんで、それだけお伝えしておきます。お疲れ様でした。